朝霜朝下は、日本海軍の駆逐艦。夕雲型駆逐艦。一等駆逐艦。夕雲型の16番艦である。戦艦山と第二艦隊の沖縄水上特攻作戦。某の岬沖海戦に参加したが、機関故障により、落語、米艦再起の攻撃により大破した後行方不明となった沈没認定。 1942年度、マルキュー計画歌唱台344号艦として、藤永伝造戦所で建造。1943年、昭和18年5月25日、姉妹艦、沖波、岸波や、解剖艦2隻、三倉、平戸、標的艦羽がち等と共に命名された。3隻、沖波、岸波、朝下は、同日筆。 夕雲型駆逐艦に登録された。11月1日、日本海軍は駆逐艦木更木、朝霧、夕霧艦長等を歴任した前川23老少佐を臨時朝下偽装委員長に任命した。11月2日、藤永伝造船所に朝下偽装委員事務所を開設。本艦は同年11月27日に竣工し、朝下偽装委員事務所も撤去された。 同日府で正式に横須賀鎮守府赤となり、前川偽装委員長も、朝さも駆逐艦長、初代となった。春光と共に訓練部隊の第十一水雷戦隊に編入。当時の第十一水雷戦隊は、司令官、木村進少将が十一月二十日府で退任。そのため、小川むしろ機体佐海軍兵学校四十六機が臨時司令官代理を務めていた。 瀬戸内海に開港された、朝もは、訓練部隊、立田、浜葉、12月15日で、第32駆逐隊編入、岸並、12月3日、編入、沖並、12月10日編入、朝霜に所属。第11水雷戦隊各館、第2戦隊、山城、伊勢、日向、矢、修理復帰艦艇、満潮、白縫い、春雨等と訓練を受けた。 12月15日府で、第2水雷戦隊司令官、高間干渉省は、第11水雷戦隊司令官に任命される、着任12月25日、12月29日、日打ち灘で11水前に、春雨、第27駆逐隊が合同した。駆逐艦4隻、白露型駆逐艦2隻、しぐれ、春雨、夕雲型2隻、沖並、 朝島は不走型戦艦に湾艦山城を護衛して、呉を出発した31日、横須賀海港部隊は、横須賀に到着した。1944年、昭和19年1月4日、夕雲型2隻、沖並、朝島はしぐれ島と分かれて、内海西部に戻った。以降、第11水雷戦隊、慶順、立田、駆逐艦、朝島、沖並、 岸並は、臨時編入艦と共に、内海西部で訓練に従事する。1月27日府で、杉原義郎少佐、駆逐艦佐月や初行き艦長、沈没児等を歴任。当時、白津湯型駆逐艦六番艦さみだれ艦長は、朝下駆逐艦長、二代目に任命された。2月10日、夕雲型三隻、朝下、岸並、沖並は、第二水雷戦隊。 司令官、早川三清少将、機関路城第31駆逐隊に編入された。第31駆逐隊は、前年11月下旬の戦闘上寺三崎沖海戦で 31× 司令官2隻、大波、巻波を喪失して、夕雲型4番艦長派1隻となっており、夕雲型4隻、長波、岸波、沖波、浅島で再編された。 第31駆逐隊司令、福岡徳次郎大佐、前職第19駆逐隊司令も、朝市も、沖並、岸並編入の直前に任命されたばかりである。2月26日、第31駆逐隊三隻、朝市も、岸並、沖並は、宇治名を出港し、グアムへ移動する、第29師団の陸軍兵士と装備品を乗せた、秋丸、日本優先。 一万千四百九トン、東山丸、大阪商船、八千六百六十六トン、先と丸、日本郵船、九千二百四十七トンの三隻の優秀価客船による、松輸送に従事する。二月二十九日未明、船団はの地点に差し掛かったところで、アメリカの潜水艦ロックの発見するところとなった。ロックも、夜間の二時四十九分頃に浮上して船団に、 接近したが、ロックの右斜め前方約6キロの地点にいた。朝霜はこれを察知し、ロックも照準することなく後部発射管から4本の魚雷を放射状に発射した。その後、朝霜は、ロックの左舷側に移り、朝霜はサーチライトをロックに対して照射した後、12.7センチ砲を先行しゆくロックに向けて発射した。砲弾は先行しかけたロックの先望教師中に命中し、 潜望鏡が昼間用と夜間用の両方とも破損。またレーダーマストに浸水するなど、大小様々な被害を受けていた。この後、4時間に及ぶ爆雷攻撃をしのいだロックは夜になって浮上し、船団発見の旨を報告した。朝下は当面の敵を追い払ったので、船団に合流していったが、ロックからの報告を受信したアメリカの潜水艦トラウトが、 戦団の追跡を開始していた。17時53分、トラウトアの大東諸島の南方200キロの地点で輸送船に対して魚雷を3本発射。朝霜はこれに気づいたものの、2本が先止まるに命中して、先止まるは沈没した。もう1本が秋丸に命中して、航行不能に陥らせた。撃破された秋丸は8ノットの速力が出せるまでに回復し、 沖並みに護衛されて、先行、二隻、朝下、岸並みで、アメリカ潜水艦の騒動を行う。17時55分、朝下は、時間の下限1200メートルに、潜望鏡を発見した。2分後に60メートルに設定した12発の爆雷を、投下、93式水中探信儀を使用し、さらに深い深度に設定した7発の爆雷を10日、投下した。 その結果18時16分に海中の誘爆音を無聴取、爆雷を一発投下した後水中探針儀を使用して探索したものの反応は全くなかった。これがトラウトの最後だった。戦団はサイパン島に立ち寄った後、グアムに進出した。3月20日、第31駆逐隊、岸並、沖並、 朝下はトラック初島行きの東松3号特別船団、輸送船3隻、朝下丸、山陽丸、サントス丸を護衛して、立山を出港。船団は28日にトラック白地に到着した。その後、4月14日に、林ンガ白地に進出し5月19日からは、全新根拠地のタウイタウイ方面で、対戦警戒に従事した。6月19日のマリアナ沖海戦では、 兵部隊、第三航空戦隊、千代田、千歳、随宝、第四戦隊、阿多第二艦隊機関、高尾、鳥海、真也、戦艦山と、武蔵、金剛、春名島、指揮官、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将、海兵38機に属した。開戦後、6月22日に、中条湾に立ち寄った後、6月24日に、 柱島白地に帰投した。この頃、朝さは、機関部、原則装置に、若干の不安を抱えた。7月9日、第31駆逐隊は、第4戦隊を、リンガ白地まで護衛するため、薄木湾を出撃、湘南を経て7月19日に到着した、訓練に励んだ。10月18日、 1> 早や号作戦発動に伴ってくれた中条の第2艦隊は、リンガハクチから出動し、ブルネイ湾で補給の後、10月22日に出撃した。しかし、翌10月23日未明に、パラワン水道において、第2艦隊機関あたご、高尾型重巡洋艦2番艦が、アメリカの潜水艦ダーターの第4戦隊両艦マヤ高尾型重巡4番艦がで椅子の来撃で、 それぞれ沈没し、同じく第四戦隊高尾、高尾型従順一番艦が、ダーターの来撃で大破して、航行不能となった。米潜水艦襲撃時、朝島は、第一部隊人形中央後方に位置し、朝島右元、左玄に、戦艦山と、武蔵、長と、朝島の後方に島風が航行していた。第十一駆逐隊二隻、浅島、岸並は、 共同で午前7時頃に沈没した、アタゴ乗組員の救助を行った。岸並は、第一戦隊司令官、宇垣きまと中条座長の戦艦山と、第一戦隊機関に、栗田司令長官以下、第二艦隊司令を異常させると、二水戦機関の城に従って、両艦沖並と共に、渋谷海へ向かった。朝下は、アタゴ生存者を救助した後、 第31駆逐隊両艦長波と共に漂流しながら応急修理を行う高尾の警戒と護衛に当たった。ラーターとデイスの2隻は高尾にとどめを刺そうと追跡を続けていた、修理後に発進した高尾水上偵察機や2隻、アサシも長波の警戒により攻撃機会を失ったという。21時44分、高尾は速力6ノットで航行可能となった。 二隻、朝日も、長波は、冷手沖海戦に参加せず、高尾の護衛に従事した。10月24日午前3時30分以降、水雷帝日踊り、特設苦戦帝三戸丸が合流した。午前9時、護衛部隊二隻、長波、日踊りは、ボンベー賞に座礁したダーターの調査のため分離し、二隻、朝日も、三戸丸で高尾を護衛した。長波は、 渋谷海対空戦闘でひかみなりした従順妙高の護衛のために去り、日踊りだけが三隻、高尾、浅島、三戸丸のところへ戻ってきた。10月25日夕刻、四隻、高尾、浅島、日踊り、三戸丸はブルネー湾に帰島。この時、本館には第二艦隊の通信担当部員が乗ったままであり、冷凍機械船では第二艦隊はやむを得ず、 1> 第1戦隊、司令官、宇垣きまとい中将、海兵40機、大和座城の通信担当部員を使うこととなった。ブルネ駅後、朝も幹部は、第1遊撃部隊第3部隊、西村艦隊を追って出撃しようとしたが、荒木津隊大,大佐、あたご艦長、朝もに救助、小野田捨ロ郎高尾艦長の助言を受け、中止した。霊天沖海戦の後、朝も以下、 第二水雷戦隊は、レーテ島域の多合作戦に投入されることとなった。11月5日、マニラ湾に対する大規模空襲により、第5艦隊、第2遊撃部隊機関ナチ、両光型重巡洋艦2番艦が沈没、ナチ救援中の駆逐艦明けボのも大破した。さらに両艦沖波と、朝島も損傷し、朝島は、安藤文彦法術長以下戦死者十数名。 負傷者多数、作戦に参加できなくなった。明け物の大艦として、遊雲型姉妹艦修装、第二駆逐隊が多合作戦部隊に編入され、11月8日朝、第一水雷戦隊司令官木村正富少将、海兵41機は、第四次輸送部隊第一艇団、第一水雷戦隊、霞、一水戦機関、長波、若月、塩、浅下、修装、 第7護衛隊、司令官、松山浩二少将、解剖艦4隻、沖縄、占い守る、11号、13号、輸送船3隻、高津丸、菓子丸、金華丸を指揮して、マニーラを出撃した。本来なら先に出発するはずだった第三次、輸送部隊、指揮官、早川三清第2水雷船隊司令官は、マニーラ空襲により準備に、遅れが生じ、 第四次輸送部隊が先発することになった。第四次輸送部隊は、翌11月9日夕方に、オルモック湾に到着するも、大発が揃わなかったため兵員しか陸揚げできなかった。11月10日、輸送部隊は、オルモック湾を出撃して、マニラに向かったが、間もなく、B、B-25 と P-38 の攻撃を受けて、陸軍特殊戦と高ま丸、 山下旗船、5657トンと輸送船、かしい丸、大阪商船、8407トンが沈没、輸送部隊を指揮する木村椅水船司令官は3隻、霞、浅島、長波を率いて、救助作業にあたり、周走以下の艦艇を輸送船金貨丸、大阪商船、9305トンの護衛につけて、マニラへ先発させた。 この後、第四次輸送部隊護衛艦、霞、長波、浅島、若月は、第二水雷戦隊司令官、早川右尾少将、機関島風式下の、第三次輸送部隊、護衛艦7隻、島風、浜波、初春、竹、苦戦艇46号、総海艇30号、輸送船5隻、セレベス丸、大山丸、西豊たか丸、天寺丸、三笠丸と合流し、 駆逐艦3隻、超派、浅島、若月と駆逐艦2隻、初春、竹を交換した。霞に、カシーマル生存者を移した浅島は、長派と共に第4次輸送部隊から離脱し、21時に、マスバテ島東方のブラックロック水道で、第3次輸送部隊に合流した。第3次輸送部隊の駆逐艦は5隻、島風、超派、浅島、若月、浜派となり、 そのままオルモックへ向かった。なお、セレベス丸は座礁式選艇46号の護衛下で取り残されていた。第三次輸送部隊は11月11日の正午頃にオルモック湾に到着する予定であったが、その直前に第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将の艦載機347機による空襲を受けた。浜葉、若月、東風、 長波派と被弾していき、輸送船は全滅した。朝日もは、航行不能となった第二水雷戦隊機関島風に接近しようとしたが、再三にわたる、機銃装射のため接近を断念。同館では、早川に推薦司令官が、すでに戦死しており、松原滝三郎船人参謀が、朝日もに帰ると命令したという。また朝日もは、沈没寸前の姉妹海マハに接限すると、 第32駆逐隊司令、大島一太郎大佐を含む生存者を異常させた。この後、島風は沈没し、第3次輸送部隊は、朝霜一隻を残して全滅した。朝霜は、翌11月12日に、マニラに帰島した。同日、緊急輸送作戦のためマニラに入港していた、空母巡洋、従順とね、第30駆逐隊、夕月、宇月からなる。 小艦隊は、西村艦隊唯一の残存艦シグレを編入して、マニラを出港、日本本土へ向かった。それまで巡洋隊を護衛していた軽巡基礎は、シグレと入れ替わるようにマニラに、残地されている。翌11月13日、マニラは、第38任務部隊艦載機の空襲を、受け軽巡基礎、駆逐艦複数隻、初春型、初春、吹雪型、明けぼの、 夕雲型姉妹艦、沖並、周宗大等が沈没、大破着艇した。特に第二駆逐隊は、レーテ沖海戦での早島の喪失とマニラ空襲での周宗の喪失により、夕雲型19番艦館清を一隻となった。また、第31駆逐隊領艦の岸並も12月5日に、アメリカの潜水艦フラッシャーの来撃で撃沈され、 第31駆逐隊司令福岡大佐は12月11日府で免職となった。第31駆逐隊は翌年1月10日に解体された。同駆逐隊に所属した遊雲型はこの時点で本館以外全席が沈没した。11月15日、朝下は第31駆逐隊から第2駆逐隊、駆逐隊司令、白石長吉大佐に編入され。 胴体は遊具モ型2隻、新装、浅しになった。その後輪が白地に開港され、11月28日から12月5日まで、セレター軍港で修理を行った。この頃、湘南には11月19日に、アメリカの潜水艦兵役の来撃で損傷した第31戦隊機関の長ら型軽巡洋艦2番艦、椅子図が折り、スラバヤで、 本格的な修理が行われることとなった。朝霜が途中まで護衛を行うこととなり、12月5日に湘南を出港、12月8日に林河白地に帰島した。12月9日以降、朝霜は第二水雷戦隊機関となった。続いて、航空船艦2隻、伊勢、日向、巡洋艦2隻、足柄、大淀、駆逐艦2隻、朝霜、 真相は、カムラン湾に進出した。カムラン湾移動後、に推薦機関は、形順大宿に変更された。十二月二十四日、ミンドロ島に上陸したアメリカ軍に対する、殴り込み作戦、霊号作戦が開始され、停震部隊、指揮官、木村正富第二水雷戦隊司令官はこれに、こうして、停震部隊、重巡一隻、足柄、軽巡一隻、大宿、 駆逐艦六隻、霞、木村少将座上、停身部隊機関、真相、朝下、茅谷、杉、菓氏を率いて、カムラン湾を出撃する。二日後の12月26日夕刻、停身部隊は B-25 の爆撃を受けた。朝下では、空襲により17名が戦死し、艦に大なり小なりの損傷を受けた。また、 大二駆逐隊量艦清志層は十三時十五分に大爆発を起こして沈没した。浅島は、真相が行方不明になったことを木村少将に報告したが、木村少将は作戦終了後に救助するので、海図ずに沈没位置を記しておよう命令した。やがて砲撃を終えた、挺身部隊は、二隻、霞、浅島、真相上院の救助に当たらせるため残留させ、 残りは先に、カムラン湾に向かった。二隻、カスミ、アサシモは、機関を止めて航空機と魚雷艇に警戒しつつ、救助活動を行い、木村少将自ら、双眼鏡越しに海上に浮かぶ深層乗員を数えた。2時34分まで、救助作業を行った後、12月28日18時30分に、カムラン湾に帰島した。1945年、 昭和20年1月3日、第二水雷戦隊司令官は、木村正富少将から小村慶三少将へ交代、着任、退任1月4日。1月10日、かつて朝霜が所属していた第31駆逐隊は、解体された、前日。第二駆逐隊からも、書類上在籍していた2隻早地も、収葬が除籍された。前年末2月初め頃の朝下は、 セレター軍港での整備とリンガ白地での訓練を呼び、待機に明け暮れた。2月5日、第4航空戦隊、司令官、松田千秋少将、海兵44機に対して、ガソリン、ゴム、鈴などの貴重物資を搭載して内地に、開港するよう命令が出され、作戦名を、北郷作戦として部隊名を、艦部隊とした。朝下は2月7日から9日にかけて、 貴重物資を搭載し、2月10日16時に、湘南を出港した。艦部隊、第4航空戦隊、日向、伊勢、大淀、第2水雷戦隊、霞、二水戦機関、朝下、初下は、潜水艦と航空機の脅威を、次々と交わしつつ北上していった。中国大陸沿岸、長山群島を航行。2月15日夜、馬蘇島で下泊大型艦から、 駆逐艦への燃料補給を実施、日向霞、伊勢初島、大淀朝島、航海南方、津島北方を経て2月19日に六連に到着。2月20日、艦部隊は呉に帰島した。1945年、昭和20年2月10日をもって、第二駆逐隊は解体され、朝島は第二水雷戦隊所属の第二十一駆逐隊。 駆逐隊司令石井高大佐に編入されていた。2月20日府で第二水雷戦隊各艦で人事動が行われ、朝下公会長、足田治大は海軍兵学校へ転勤、公認の公会長として、今後型戦艦3番艦春名より出口勝美中尉が着任。また、朝下機関長、原田修造機関大は、 秋月型区畜艦3番艦両月機関長へ転任。長戸型船艦1番艦長門より、佐田森尾機関隊員が、朝下機関長に任命された。2月23日、第二水雷戦隊機関は、霞から、阿賀野型軽巡洋艦3番艦矢萩に変更。朝下以下、第二水雷戦隊各艦は整備と訓練に従事した。 3月19日の暮れ軍国空襲で、対空戦闘を実施。なお、3月18日府で、石井大佐は、第21駆逐隊司令の職務を説かれ、公認の司令には3月25日府で、伊勢型戦艦一番艦伊勢副長、小滝久夫大佐が任命された。3月27日、朝下は、第21駆逐隊の司令駆逐艦となった。 3月28日、第一遊撃部隊指揮官、伊藤誠一代に艦隊司令長官は、第一遊撃部隊、大和、矢作、駆逐艦12隻の佐世保海溝を、各方面に連絡した。だが、アメリカ軍の機動部隊が、九州地方を襲撃したため、第一遊撃部隊の分後水道通過佐世保海溝は、中止された。3月29日、津尾灘に移動。この日、 同じく、須尾灘へ移動中だった吹雪型駆逐環境、第七駆逐大小族が植来して損傷したため、浅島は、響きの警戒感を命じられる。響きを栄光して、一旦暮れに向かったが、響きの動力が回復して、自力航行が可能になったため浅島は、須尾灘に引き返した。植来した響きを栄光、護衛したのは、初島という響き。 初下乗組員の証言も残る。4月6日15時30分、第21駆逐隊、朝島、初下、霞は、沖縄水上特攻作戦、天一号作戦に第一航空戦隊、戦艦山と、第二艦隊機関、第二水雷戦隊機関や萩司令官、小村慶三少将、第17駆逐隊、磯風、雪風、浜風、第41駆逐隊、 冬月、両月と共に、徳山を出撃した。しかし、翌4月7日早朝、第二艦隊が、巡航速力22ノットで航行中、朝下は、機関故障を起こして、速力12ノットしか出なくなり落語した。朝下側は、呉交故障における減速機の修理が原因と、判断していた。だが、第二水雷戦隊司令部は、機関故障の原因を、 クラッチ故障にあったと推定している。朝下では、応急修理、予定後時間を実施したが復旧せず、正午過ぎに、我が敵機と交戦中、90度方向に敵機30数機を探知すとの無礼を発した後、連絡が途絶えた。単艦戦闘であった上、生存者がいないために各艦が砲炎らしきものを確認しただけで、その最後は明らかではない。両月術によれば、 マト以下本体から約 30km 離れていた、朝霜は水平線上に、マスだけが見えていた。アメリカ軍機の大変体は、第二艦隊を完全に包囲、旋回しながら攻撃タイミングを伺っていたが、やがて一軍が朝霜に急降下爆撃を行い、戦闘は数分で終わったという。アメリカ側の記録では、空母バンカーヒルの SBA シンヘルダイバー10機が、 マトの攻撃に向かう途中、北の駆逐艦、朝霜をやれ。との命令を受けて、天み大島近海を登して、朝霜を発見。朝霜は、左方向に逃げ続けたものの資金弾数発を受けさらに爆弾3発、煙突の間、2番煙突後方、艦備部が命中した。観光部、3番主砲付近に爆発が起きた後後部に、傾斜していった。だが、 アメリカ軍機は雲によりそれ以上の観測を妨げられたという。朝下は消息不明となり、駆逐隊司令小滝大裁下乗員三百二十六名、全員が戦死と認定され沈没したと言われる。一連の戦闘でヤマト及び第二水雷戦隊5隻、ヤハギ、朝下、イソフ、浜風、霞が沈没、四月二十日に第二水雷戦隊は解体された。 第21駆逐隊で唯一生還した初下も、同日府で、第17駆逐隊に編入された。5月10日、第21駆逐隊は、解体された。同日、朝下は夕雲型駆逐艦、帝国駆逐艦隻より除籍された。また、朝下の沈没により夕雲型駆逐艦19隻は、全艦喪失。また、霞の沈没により朝潮型駆逐艦10席も、 全館喪失、19隻建造された、影老型駆逐艦も、摂風一隻を残すのみとなった。7月30日、初霜は植来して、角座沈没し、第21駆逐隊に所属した、駆逐艦六隻、初春、コピ、若葉、初霜、しぐれ、霞、朝霜も、全隻喪失した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。